それでは男前第1位は出てこい向かい。ちょっとやめてください。今の気持ちをどうぞ。ついに現れた期待のルーキー、出身大学は慶応大学、引き続き2年連続3位入賞、190近い身長、すらりと伸びた手足、ワイルドだけどベイビーのフォイス、ラッシュのように吸い寄せられる芸人って、やっぱこう男前って結構ねマイナスなんですよね。やっぱ不細工な方がやっぱ笑い取りやすいというのもあって、あの今年、まあ、去年1年はちょっとなるべく不細工にちょっと勤め上げたんですけど、2位になっちゃったみたいで。さあ、自分では雰囲気イケメンと謙遜する向かいですが、世の女子たちは許しません。いや、まあちょっと歴代の方に比べたらちょっと賛否両論あると思うんですよ。まあでも全部ね、こう1位に選ばれたの皆さんのおかげですから、ありがたいなと思っております。はい、ありがとうございます。あら、サンプリを、すいません、はい、あの飼ってるグッピが死にまして。そっちです、泣いてたんですか。新しい時代の舞台区の証拠を手にしたのはこの男、キングオブ舞台区シーソンヌ長谷川。親に申し訳ないなっていうのがいっぱい。やっぱどうなんですか、そのブサイクって言われ続けている昨今。はいはい、男芸人の場合はブサイクって言われて本当に得があるんですよ、お仕事を来たりとか。あの女芸人の場合は仕事が増えるってことはないんですね。だからただただ悪口言われてるだけなので、本当に朝からもう毎年言ってますけど、私昨日名古屋でお仕事してて、名古屋泊まりだったんですよ。でもこのために5時半起きしたんですね。なんでブスって言われるために早起きしなきゃいけないんだって。ノンスタイル井上裕介。僕のヘアスタイル、このアシンメトリーと言われるやつですけれども、はい、やっぱ堂本剛さんが入らせて僕で終了させたっていうね。この後は渋谷で映画の撮影が何かです。マイケル・ムーア監督じゃねえよ。毎年ね、やっぱり呼ばれてたんで、これで区切りがついたと思うと、もう本当にすっきりした気持ちで。あるんじゃないの。そうですね、なんかその女性が綺麗になる要素の一つは恋って言いますからね、はい、だからこのブチャイクに選ばれちゃいましたけども、殿堂入りしちゃいましたけど、今度はね、あの別品の方でこういけるように恋していきたいと思いますよ、それは。もう32ですから、世間をね、ちょっと人騒がせしないと。しようしよう、これ春菜には幸せになってほしいもん。誰か狙ってる人は。狙ってる人ですか。室伏広治さん。愛知県に住んでるってことは知ってるんで。